レケは DNA での維持と修復に重要な38桁のタンパク質である。レケの構造的、機能的相同体は DNA 修復タンパク質が発見されているすべての種から見つかっている。相同タンパク質は真核生物ではラット51、古細菌ではラダと呼ばれている。レケには多くの活性があるが、そのすべてが DNA 修復に関するものである。 最近の s o s 応答で、リプレッサーレックス a とリプレッサーラムダの字、触媒配列において、プロテアーゼ活性を促進する機能を持つ。レケと DNA の会合の多くは、騒動、組み換えによって起こる。レケタンパク質は、ストラに長いクラスターの形で強く結合して、核タンパク質タンパク繊維を作る。そのタンパク質は一つ以上の DNA 結合部を持ち、 一本鎖 DNA と二本鎖 DNA を両方抱え込むことができる。これにより DNA の二重螺旋と一本鎖の双互部位の対合反応を触媒できるようになる。レケトストナのセニーは配列相同性を持つ二重螺旋 DNA を探す。その探索プロセスにより DNA の二重螺旋が引き伸ばされ、双互的配列の認識に至る。このプロセスは ハイ座選択と呼ばれる。反応によって二つの DNA の螺旋の組み替えが始まる。対合が終わると、ヘテロ二本差領域で分岐点移動という反応が始まる。分岐点移動は体になっていない領域の一本腐り、DNA が体になっている領域の片方の塩基さを置き換え、全体の塩基数を変えることなく分岐点のみを動かす反応である。この変化は自発的に起こるが、 両方向に対して等しく進むため効率よく置き換えているとは言い難い。レケタンパク質は一方向への分岐点移動を触媒し数千円基体にも及ぶ二重螺旋 DNA の完全な置き換えを可能にする。レケは DNA に依存する ATPR ゼであるため、レケには ATP を下水分解する部位も含まれている。レケは ATP と結合しているとき、 ADP と結合している時より DNA とより強く結合する。大腸菌では DNA 複製の後の姉妹染色分体がまだ近い段階でレケを介して騒動組み替えが起こる。レケは騒動対合、騒動組み替え、引き離された姉妹染色分体の片方の DNA の切断修復のすべてを仲介する。レケが欠損している。 大腸菌種は分子生物学でのクローニングに有用である。大腸菌種に遺伝子操作によりレケ突然変異型遺伝子が導入されるとプラスミドとして知られる染色体外 DNA が安定化される。形質転換と呼ばれるプロセスにおいてはプラスミド DNA が様々な状況でバクテリアに取り込まれる。遺伝子外のプラスミドを取り込んだバクテリアは形質転換体と呼ばれる。 形質転換体は回復して他のことに使えるように細胞分裂の間ずっとプラスミドを保持する。レケタンパク質の機能がない場合、遺伝子外のプラスミド DNA はバクテリアによる変化を受けない。細胞培養地からのプラスミドの生成により PCR によって得られたプラスミドの忠実な増幅が可能になる。ノースカロライナ大学のウィグルとシングルトンは 細胞内でレケの機能を阻害する小さな分子が新しい構成物質の合成に有用である可能性を示した。多くの構成物質が DNA にダメージを与え、すべてのバクテリアはそのダメージの修復をレケに依存していることから、レケの阻害剤はバクテリアへの細胞毒性強化に寄与する可能性がある。さらにレケの活動は耐性菌の進化と同時に起こることから、 レケの阻害剤は耐性菌の出現を抑えるもしくは遅らせる効果がある可能性がある。レケのシステムにおける分子の性質の分析から、コックスはそのデータがレケタンパク質の最も重要な役割は DNA 修復にあると結論付けた。レケについてのさらなる分析から、コックスはそのデータがレケタンパク質が DNA 修復システムにおける中心的な 要素として遺伝子多様性の副産物として進化してきたとした。天然型バクテリアの形質転換には、あるバクテリア間の DNA 電波とレケタンパク質が仲介するドナーの DNA とレシピエントの染色体を相動組み替えが関わっている。レケが中心的な役割を果たす形質転換がこのプロセスを実行するために特徴的に 相互作用する多くの遺伝子生成物に依存することは DNA 電波に適応するように進化していることを示している。枯れ草菌の場合は電波した DNA の長さは1、3にもなり、染色体の長さに匹敵するほどにもなりうる。バクテリアの染色体の外部の DNA を組み込む場合、まず最初に菌を DNA を取り込める状態にしなければならない。形質転換は 幻覚生物ではよく起こることであり、これまでに67種の生物が形質転換を起こし得ることが知られている。形質転換で最も研究されている生物の一つがカレクサ菌である。このバクテリアでは、レケタンパク質が新たに入る一本具さリ DNA と相互作用し、繊維構造を作る。これらのレケ、ストな繊維はコンピテント機構を持ち、 細胞質基質まで広がる細胞極から生成する。レケ、ストナ繊維は染色体に存在し、創造的領域を読み取るネクレオフィラメントであると考えられている。このプロセスによって新しく入った DNA がカレクサ菌の染色体内で馴染み、遺伝子情報の書き換えが発生する。ミショットラはレケが仲介する形質転換がカレクサ菌と同様に 臨菌、インフルエンザ菌、肺炎連鎖球菌、ミュータンス菌などでも DNA 修復のための騒動、組み換えの適応であるということの根拠を示した。人にとっての病原菌の場合、これらは宿主による酸化的防御から身を守らなければならないため、レケが仲介する DNA ダメージの修復が最近に大きな利益をもたらしていると考えられている。ありがとうございます。